王立国際問題研究所はイギリスのシンクタンク、イングランドのケント州チャタムにあるのでチャタムハウスとも呼ばれる。1920年創設。本部はロンドン。外交問題評議会の姉妹機関としても知られる。2018年10月2日、マレーシアの首相マハティール・ビン・モハマドは、 王立国際問題研究所でスピーチを行いました。第一次世界大戦後に開かれたパリ講和会議の期間中にイギリス代表とアメリカの代表官でアングロイコールアメリカによるリーダーシップによって戦後の世界秩序を統治するという構想が提起され、その構想をソフト面から支援するためのシンクタンクを共同で設立することになった。しかし、アメリカが 国際連盟に参加しないことが決まり、方針の転換を余儀なくされたために、イギリスは王立国際問題研究所、アメリカは外交問題評議会と、それぞれ独自にシンクタンクを設けることになった。初期の王立国際問題研究所は、アルフレッド・ミルナーの訓当を受け、オックスフォード大学を中枢として組織されていた、帝国統治に関する研究グループである。 ラウンドテーブルのメンバーが中核となった。やがて、アーノルド・ジェイ・トインビーが招かれ、中心的な役割を果たすようになった。1932年10月19日リットン調査団、団長、ビクター・ブルワー・リットンが、イギリスの外交官、政治家等に対し、報告書の内容について講演した。When?A ・ meeting part's or ミーティ is held under the Chatham House rule. パーティシパンツアレフリーツユーズザインフォメーションリシベド、バッドニーザーザーイデンティティのザアフィリエーションオブザスピーカー、ノーザットオブエニーアザーパーティシパント、メイビーリビールド。チャタムハウスルールとは、王立国際問題研究所に源を発する、会議参加者の行為規範である。チャタムハウスルールを適用する、胸の宣言のもとに運営される会議においては、当該会議で得られた情報を利用できるが、 その情報の発言者やその他の参加者の身元及び所属に関して取得する義務を負うというルール。このルールの適用により参加者はその所属する組織への配慮や発言が自らのものとして公表された際の影響を度外視しやすくなるため進行中の問題や政治的な話題を取り扱う場であっても活発な議論をもたらすとともに 情報の共有が促進されることが期待される。また、会議全体ではなく、その一部のみへの適用も可能である。このルールは、王立国際問題研究所において1927年に、考案され1992年及び2002年に、改正されたものであるが、その適用は、同研究所主催の会議等に限定されるものではなく、英語圏を中心に広く、 一般に用いられている。ありがとうございます。